電気文化会館は愛知県名古屋市中区にある中部電力の文化施設である。管理、運営は中部電力グループの中電不動産が行っており、中電不動産本社も同施設に入居する。1986年7月にオープンした施設で1階から4階は電気の科学館、地下2階はコンサートホールとなっているほかイベントホールやギャラリーなども備えている。 同施設が建っている場所は、名古屋発の電力会社である、名古屋電灯の発電所、電灯中央局の跡地にあたる。ザ・コンサートホールは日本における、室内学専用ホールの先、影となったものとして知られ、クラシックコンサートなどが開催される。また、昭和61年度名古屋市都市景観賞及び、昭和62年度第19回中部建築賞を受賞している。 ABCDEFG 第19回第19回中部建築賞入賞作品中部建築賞協議会2014年8月30日閲覧 ABC 思行実績竹人板ガラス株式会社2014年8月30日閲覧ザコンサートホール施設概要中電不動産株式会社 2014年8月30日閲覧。専用ホールの課題世界劇場会議からの報告上観客開発クラシックファン拡大へニーズの徹底的調査が重要に。北海道新聞。昭和61年度名古屋市都市系、鑑賞表彰作品。名古屋市。2014年8月30日閲覧。ありがとうございます。